初雪、初雪は大日本帝国海軍の駆逐艦。徳型、一等駆逐艦、吹雪型の三番艦。雪級の三番艦。吹雪、白雪沈没後は、初雪が駆逐艦の一番艦、ネームシップである。当初の艦名は、第三十七号駆逐艦。この名を持つ、帝国海軍の艦船としては、神風型駆逐艦。初雪に続いて二隻目。戦後、 初雪型護衛艦、初雪としてその名は受け継がれた。1926年、大正15年9月29日、第37号駆逐艦と命名。同日府で一等駆逐艦に類別される。第37号駆逐艦は1927年、昭和2年4月12日に、舞鶴工作部で寄港。1928年、昭和3年8月1日府で、 第37号駆逐艦は、初雪と改名される。同年9月29日に、浸水、1929年、昭和4年3月30日に竣工。クレチンジュフ所属。第2艦隊、第2水雷戦隊、第11駆逐隊に編入。吹雪型初期姉妹艦、吹雪、白雪、初雪、三雪と共に、第11駆逐隊を編成していた。 1931年、昭和6年、吹雪は第11駆逐隊から除籍され、新たに吹雪、篠の目、磯波の三隻で第20駆逐隊を編成することになった。さらに、三行は昭和9年の事故、駆逐艦伝と衝突によって、喪失、第11駆逐隊は三隻編成となった。1935年、 昭和10年9月26日、三陸沖で演習中に台風により、艦首を切断、第4艦隊事件。当時、第4水雷戦隊機関、中は、第11駆逐隊、初雪、白雪、第12駆逐隊、白雲、薄雲、村雲、第7駆逐隊、塩、明けの、第8駆逐隊、甘霧、夕霧を率いて、演習を行っていた。 9月25日、初雪で歴者1名が発生。中は、これの際、油断大的なる事を明記せよと各官に注意している。9月26日遊告、公天により、駆逐艦、夕霧が、艦首切断、行方不明27名。その救援中に、初雪も、艦首切断により行方不明24名を出した。夜が明けた後、夕霧は、軽巡大いに、初雪は、 従順、羽黒に栄光され、大港へ向かった。1936年、昭和11年年末の編成変更により、第20駆逐隊は除籍され、吹雪は第11駆逐隊、篠の目は第12駆逐隊、磯波は第19駆逐隊にそれぞれ復帰した。日中戦争に際しては1937年、昭和12年以降、上海上陸。 甲州湾上陸、北部仏院進駐作戦などに参加した。1939年、昭和14年11月、有賀工作中佐が、第11駆逐隊司令に着任。第11駆逐隊は、空母2隻、総流、飛竜と共に、第2航空戦隊を編成、司令官、戸塚道太郎少将。九百四十年、昭和十五年八月下旬以降、飛竜、 初雪、白雪は、北部仏印新中に投入された。その年の移動により、第十一駆逐隊は、第三水雷戦隊に所属することになった。1四十一年、昭和十六年九月十二日に内示された、昭和十七年度海軍戦時編成によれば、第十一駆逐隊、吹雪、白雪、初雪は、最新鋭の昇格型航空母艦、昇格、 随格と第一航空戦隊を編成予定だった。しかし、太平洋戦争の勃発により、初雪以下第11駆逐隊が同大戦で、空母機動部隊に配属されることはなかった。太平洋戦争における、第11駆逐隊、初雪、白雪、吹雪は、引き続き第三水雷戦隊、司令官、橋本慎太郎少将、機関、川内。 第11駆逐隊、第12駆逐隊、第19駆逐隊、第20駆逐隊に所属、3水戦はさらに、小沢寺三郎中将、機関、鳥海指揮下のマレー部隊、南図海艦隊に編入されていた。南方進行作戦、沿道沖海戦、乱陰作戦、バタビア沖海戦に参加する。1月27日の沿道沖海戦では3、水戦機関。 川内の指揮下、第二十九駆逐隊、朝霧、夕霧、甘霧,霧、第十一駆逐隊、初雪、白雪、吹雪、第一総会隊、総会艇一号に編成され、イギリス海軍駆逐艦、サネットを撃沈した。が、第三水雷戦大戦闘初法によれば、同海戦の連合軍捕虜は、士官、中意1名、下士官五名、兵二十五名の、計三十一名で、 捕虜の救助と尋問は、白雪で行ったとある。三月十日、吹雪型、篠の目を喪失して、白雲、村雲の二隻編成になっていた第十二駆逐隊が、廃止される。白雲は、第二十駆逐隊に編入。村雲は、第十一駆逐隊に編入され、海戦時以来吹雪型三隻体制だった第十一駆逐隊は四隻となった。その後も、 第11駆逐隊は、第3水雷戦隊所属隊として、ベンガル湾機動作戦、ミッドウェイ海戦、戦艦、ヤマト、長と、道の区、ふそ山城、伊勢、日向、空母、放射イカかしたい護衛、インド洋方面通商破壊作戦、ソロモニューギニア作戦などに参加。インド洋通商破壊作戦、B 作戦、指揮官、西村第戦隊司令官は、 米軍のガダルカナル島及びフロリダ諸島上陸に伴うガダルカナル島の戦い勃発8月7日以降により中止され第7戦隊第3水雷戦隊第4水雷戦隊各艦はソロモン諸島方面へ移動した第3水雷戦隊の到着をもって第2水雷戦隊司令官、田中雷造少将従順絹笠座長は 外南洋部隊増援部隊指揮官を徹され、増援部隊指揮官は三水線司令官、橋本慎太郎少将、機関、川内となる。8月31日から9月1日、第24駆逐隊、甲風、海風、両風、第11駆逐隊、初雪、白雪、吹雪は、川口市隊1200名を、ガダルカナル島へ揚陸した。9月4日、0330。 夕立、初雪、村雲隊、浦波、四季波、有明隊は、ショートランド白地を出撃、同日零八五四には、川内、両風、甲風、海風が、ショートランド白地を出撃、それぞれがダルカナル島へ、輸送作戦を実施した。夕立駆逐艦長、吉川清中佐式のもと、夕立、初雪、村雲は、ルンガ白地に突入し、駆逐艦、 高速輸送艦、グレゴリーとリトルを撃沈した。戦火報告を受けた、宇がきまとい連合艦隊参謀長は、陣中日誌戦争6で、ユーダ地隊の行動を絶賛している。両艦を撃沈した後、ガタルカナルジ前を酔いで、逃げようとする乗組員を銃撃して殺傷し、帰路についた。この銃撃事件で生き残った、米艦の生存者は十数名で、 米太平洋艦隊司令長官がコメントを出す事態にまで発展した。9月7日、第24駆逐隊、両風、甲風、海風と、第11駆逐隊、初雪、村雲はそれぞれガトウへの輸送を実施。9月16日、戦闘商法、戦死総書では、駆逐艦、初風、夕立、浜風が、ガトウルンガ白地に突入したと記録されているが、 第16駆逐隊、雪風、時津風、初風、天津風は、機動部隊所属で、外南洋部隊には編入されていない。10月1日、第11駆逐隊、初雪、白雪、吹雪、村雲は、陸軍青橋大司令部を我トへ輸送したが、米軍機の空襲を回避中に、初雪は、火事故障を起こす。このため司令駆逐艦を、白雪に変更。 初雪は、単艦で、ショートランド白地へ戻った。白雪、吹雪、村雲による、輸送作戦は成功した。10月4日の輸送、しぐれ、白雪、吹雪、村雲、綾波において、第8艦隊戦闘商法では、白雪の代わりに、初雪が参加したことになっている。実際の、初雪は、駆逐艦、綾波と交代する形で、停止輸送隊、 大発動艇、小発動艇によるショートランド諸島からニュージョージア諸島経由の後を輸送作戦に編入された。本輸送方式はアリ輸送と呼称されている。初雪はニュージョージア島周辺を航海し、アリ輸送の拠点となりそうな基地、地形の調査を行った。また、駆逐艦、天霧と共に大発動艇の栄光や物資輸送に従事した。 ガダルカナル島の戦いにおける日本軍苦戦の大きな要因が米軍に奪取されたヘンダーソン飛行場だった。10月11日、ガダルカナル島、ヘンダーソン基地艦砲射撃を目指す外、南洋部隊支援隊、四季後藤存次第6戦隊司令官は、第6戦隊の従順三隻、青葉、古高、木の傘、第11駆逐隊、第2小隊、初雪。 吹雪という戦力で、ショートランド白地を出撃。並行して、水蒸気母艦2隻、日清、千歳、駆逐艦6隻、秋月型駆逐艦、秋月、綾波、第9駆逐隊、朝雲、夏雲、第11駆逐隊、第1小隊、白雪、村雲による、ガトー輸送作戦も実施されることになった。だが、外南洋部隊支援隊は待ち伏せていた、米艦隊。 指揮官、ノーマン・スコット少将、従順洋艦に、軽順洋艦に、駆逐艦ごと交戦。後藤司令官は戦死、吹雪が放沈、古高は高校府の、12日日付変更後に沈没、青葉が大破という被害を受けた。初雪は、従順、絹笠と行動を共にし、砲撃により、米艦隊に損害を与えたが、全部推薦上に被弾して、 最大発揮速力24ロットとなる。その後、初雪は、絹傘からの加齢に従い、航行不能となった、古鷹の救援に赴いた。航行不能となった、古鷹を発見するが、傾斜のため、横付けできず、同艦沈没後に救助作業を開始。古鷹生存者513名を救助、探偵や冤罪を沈没現場に残して、戦場を離脱した。 この後一部の古高、吹雪生存者は米軍に救助されている。なお、古高救援のため日清輸送隊から派遣された、朝潮型駆地区間、夏雲と、吹雪型駆区間、村雲も、日中の空襲により撃沈された。ホンダによれば、村雲の救助と来撃処分を実施したのは、初雪と回想しているが、実際に、 村雲の救助及び処分を担当したのは、駆逐艦、朝雲と白雪である。また、戦死総書では、白雲、朝雲とするが、白雲は8月下旬の空襲で大破したため、警備駆逐艦にされ、サボ島沖海戦時には、日本本土で修理中である。本海戦により吹雪型ネームシップ、吹雪が沈没すると、吹雪型駆逐艦は、 白雪が宅地区間に改定された。11月2日、造園部隊指揮官、橋本慎太郎第三水雷戦隊司令官は、機関を、軽順、川内から、従順、絹笠に、変更、第一攻撃隊、絹笠、川内、天霧、初雪を率いて、高造園隊、機関、浅雲と、乙つ造園隊、機関、裏波の輸送作戦を支援した。また、初雪は、 もちとともに、有輸送作戦中止に伴う、基地撤収を行うよう加齢されていた。11月5日、撤収作戦を完了した。11月中旬、初雪は、前進部隊指揮官、近藤の武第二艦隊司令長官、機関、あたごの指揮官、第三次ソロモン海戦、第二夜戦に参加した。同夜戦に参加した日本艦隊の戦力は、 全身部隊指揮官時期卒の射撃隊、従順、アタ近藤中長機関高尾、戦艦、霧島、直江隊、京準、ながら、駆逐艦、伝、さみだれ、初雪、白雪、朝雲、寺静き、総統隊、軽準、川内、駆逐艦、浦波、式波、綾波という編成である。一方の米軍は、ウィリス・ A D 少将を率いる戦艦二隻。 ワシントン、サウス・ダコタ、駆逐艦4隻、ウォーク、グウィン、ベンハム、プレストンである。ナオエ隊は、ながら、サミダレ、デン、白雪、初雪の単獣陣で戦闘に突入。ながらと分離後は、白雪、初雪、デン、サミダレが一軍となって行動したという。本野戦で、米軍駆逐艦3隻、ウォーク、ベンハム、プレストンが沈没、日本側は、 霧島、綾波を喪失して、米新型戦艦2隻、ワシントン、サウスダコタ特畜艦、グミンを取り逃がした。12月上旬、初雪は、摂風と共に、空母、飛養を護衛して内地へ帰島した。1943年、昭和18年1月、駆逐艦、初雪は、輸送船団を護衛して、再び、ソロモン海へ進出する。 初雪が護衛する兵衛1号、第2輸送隊、清澄丸、靖国丸、箱崎丸には、増援として、朝雲、さみだれが加わった。2月上旬のガダルカナレ島撤退作戦、家合作戦における、初雪は、前進部隊、警戒隊、警巡、人通、阿賀野、ながら、駆逐艦、影楼、朝雲、しぐれ、両風、大波、初雪、四季波、嵐、嵐嵐 サミダレに編入されている。初雪、嵐は、航空部隊の空母2隻、巡洋、随砲を、名を江し、1月31日に、トラック白地を出撃。陽動部隊として行動した。2月25日、駆逐艦、切霧、夕霧が、第11駆逐隊に編入され、胴体は白雪型4隻、初雪、白雪、切霧、夕霧となる。 だが3月3日のビスマルク海海戦で、白雪、朝潮、荒潮、時津風、輸送船8隻がダンピール海峡に沈没すると、4月1日をもって、白雪型駆地艦は初雪型駆地艦に改定された。本海戦で、初雪は輸送船団の救援に赴き、四き波、裏波、雪風、浅雲と合流すると各艦に燃料を補給。 生存者2700名を、初雪、裏波に移乗させ、ラバウルへ送り届けた、3日1650現場発、4日1015着。季波、雪風、朝雲は、再び戦闘海域に戻ると遭難者を救助した後、3月5日朝に、ラバウルへ戻った。6月30日、アメリカ軍は、ニュージョージア島ンダ飛行場対岸のレン路バ島に、上陸し、 入場時ア島の戦いが始まる。これに対し第8艦隊、司令長官、サメ島具従中将は、第3水雷戦隊、秋、テルオ少将に対して連戸場島突入と、米軍輸送戦団撃隊を加齢。秋山少将直卒部隊、秋月型駆逐艦、新月、う月型、もちづ月、さつき、上風型、夕凪、先行隊、指揮官、第11駆逐隊司令。 天霧、初雪、長月、三日月、水月は、連戸場島西方に進出したが、快適しなかった。7月2日、秋山少将は突撃隊、機関、新月、第11駆逐隊、天霧、初雪、第22駆逐隊、長月、さつき、第31駆逐隊、餅月と陽動隊、慶順、夕張、駆逐艦、夕なぎ、三日月を率いて、 米軍上陸部隊砲撃に向かうが、米軍魚雷艇と交戦して2隻を撃沈、ブーゲンビル島の部位にへ引き上げた。7月4日から5日、コロンバンガラ島への輸送作戦が計画されるが、第1回輸送部隊、長月、さつき、新月、夕凪は、米軍機及び米艦隊と交戦、駆逐艦1隻を撃沈したものの輸送作戦は、失敗した。 そこで、南東方面部隊指揮官は、第三水雷戦隊に増援駆逐艦を停配し、全力での輸送作戦を命じた。7月5日、遊国、秋山少将は支援隊、新月、第三水雷戦隊機関、第24駆逐隊、両風、第17駆逐隊、谷風、第1次輸送隊、第30駆逐隊、餅月、三日月、第17駆逐隊、 浜風、第2次輸送隊、第11駆逐隊、雨切霧、初雪、第22駆逐隊、長月、佐月を引きそれぞれショートランド白地を出撃した。日本艦隊は、電波探知機で、米艦隊の存在を察知、レーダーで日本艦隊を捉えた、米艦隊、指揮官ウォルデンエル・エインズワース少将、軽さん駆逐艦四も発砲し、交戦状態に入る。 クラワニア戦。初雪も、砲撃戦を行い、不発弾二発を受けた。本海戦で、新月、長月が、沈没、米艦隊は、慶潤、ヘレナ沈没、新月と共に、秋山少将以下第三水雷戦隊司令が全滅、輸送物件の、約半分、陸兵1600名と、物資90トンを揚陸した。損傷した、初雪、も月は、 ラバウルへ交代し、応急修理を実施する。新司令官着任までの間、従順、鳥海艦長、有賀工作大佐、かつての第11駆逐隊司令が数日間だけ増援部隊指揮官となった。日本海軍は戦死した秋山少将の後任として、伊住院松次大佐を第3水雷戦隊司令官に任命する人事を7月7日に発令。 伊集院大佐は7月10日にラバウルへ到着すると、慶準、川内に正機を掲げた。しかし新司令部をいきなり実戦に投入するわけにはいかず、第二水雷戦隊、司令官、伊崎俊二少将、機関、人通が当面の指揮を取る。第二水雷戦隊と第七戦隊、司令官、西村昌司少将は7月7日府で南東方面部隊に編入されていた。 7月12日、コロンバンガラ島輸送作戦中の第2、水雷戦隊は、米艦隊と交戦、軽巡、人数が沈没し、伊崎少将と二水戦司令部は全滅した、コロンバンガラ島沖海戦。それでも日本海軍は、クラワン野戦とコロンバンガラ島沖海戦で、米軍水上部隊に大打撃を与えたと判断し、クラワン方面での敵艦隊撃滅と輸送作戦を、 行う計画を立てる。第七戦隊司令官、西村少将を指揮官とし、死体、熊野、鈴谷水雷戦隊、川内、佐月、水月、雪風浜風、新波、夕暮れ、輸送隊、三日月、夕なぎ、松風という戦力が集結、16日2200にラバウルを進出して、部員へ向かった。初雪。 第十一駆逐隊司令山城大佐座城、餅月は西村艦隊に先行して16日夕国にラバウルを出撃17日午前5時に部員に入港。初雪は水月に餅月はつ月に横付けして物件重油の遺災を行っていた。7月17日朝、部員は大型爆撃機19、戦爆薬150機の大空襲を受ける。 資金団多数と環境後部付近に被弾した初雪は浸水により水平状態で沈没。山城司令によれば浅い水深のためマストは海面上に出ていたという。他に、サツキ、ミナズが勝破。翌日にも空襲を受け、モ月が勝破した。これを受けて、西村艦隊は一旦ラバウル駅等、従順。 鳥海を加えるなど戦力を再編した後18日に再出撃した。19日から20日、輸送作戦には成功したものの、夜間空襲により、従順、熊野小派、駆逐艦、新派、夕暮れ沈没という損害を受けて戦果はなかった。10月15日、初雪は初雪型駆逐艦第11駆逐隊、帝国駆逐艦隻のそれぞれから除籍された。 なおネームシップの本館沈没後も、初雪が宅地区間の名称は改定されずに用いられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。